最近になって思い出したんだけど、誰かに聞いて欲しくて立てた。どんとこい超常現象。小学2年生の夏までは田舎の実家に井戸があったんだ。そして自分が生まれるのより前から実家に老猫が飼われてた。その猫はおとなしくてすごい頭がいいメス猫だったのは未だによく覚えてる。襖を手で開けて入ってきたり客人を客室まで案内したり。とにかく近所でも知らない人はいないくらい、振る舞いが猫というより人じみてた。実際化け猫弱張りされてるのを聞いたこともある。祖母が言うには、赤ちゃんだった自分の枕元まで来て話しかけてるのを見たことも何回かあるらしい。それも猫語じゃなくて人語で。自分が寝ている部屋から知らない女の人の声がするから、襖を開けると決まってその猫がいたらしい。当然というかその地域ではボス的な存在だったらしい。実際幼稚園ぐらいだったか、深夜祖母に連れられて曽祖母の家に向かっている時に、空き地でその老猫が中心になっている集会に出くわしたことも何回かあった。祖母が、そういう時は話しかけないようにすることを自分に注意してくれたのを、つい最近思い出した。小学校に上がるか上がらないかの季節に、曽祖母が死んだ。葬式は家で行った、はず。なぜかうっすらとしか記憶がない。老猫は炭でおとなしくしてたけれど、疾患の時に一回だけ短く泣いた。小学1年生の半ばぐらいで弟ができた。老猫はなぜか興味を示さなかった、らしい。当時自分は人見知りで友達が全然いなかったからいつも家で遊んでた。というか親から見ると作る気が旗からなかったように見えたらしい。まあいとこがいたからそいつと遊んでた記憶しかない。いとこがいない時は老猫と遊んでた、らしい。らしいっていうのは自分にその記憶が全くないから。何年か経って親に言われてびっくりしたのをよく覚えてる。当時たまに気がついたら時間が飛ぶことがあったけど、多分その時なのかもしれない。小学2年生になった頃には、老猫はボス猫を辞めていたらしい。代わりに若くて大柄なオス猫がボスになってた。それでも夜中になると他の猫が老猫を訪ねてきてるのを、何回か見た記憶がうっすらとだけどある。今思えば寝ぼけてただけなんだろうけど、夜中トイレに行くとたまに老猫と鉢合わせることがあって、普通に人語で会話していたような。まあ寒いね、とかおねしょしなくなったのか、とかたわいもない話だったけれど。当時はその猫が人間じみた行動をとることは全く怖くなかった。まあ子供だったから、そういうものだと思ってしまって感覚が麻痺していたんだろう。2年生の夏、その猫が死んだ。当時実家は土地だけは広くて母屋と分家と蔵、そして庭の外れに、もう確実に100年以上は使われていない井戸があった。井戸の上には転落防止のために木の蓋があった。だいぶ古くなってたけれど、8月の半ばだったか、お昼頃そこを通ると、老猫が木の蓋の上で寝てた。最近までなぜかここからの記憶があやふや、というか全くなかった。未だにうろ覚えなんだけども、危ないよ、そこの板古くなってるから、って自分が話しかけたら老猫がゆっくりこっちを見て。いいんだよ、知ってる。元気でな。みたいな感じで喋るとまた日向ぼっこの体勢に戻って、そこでプツン、って記憶が飛んで、その3日後からしか覚えてない。というか思い出せない。3日後の途中からはよく覚えてる。老猫が3日も家に戻ってこないことなんて、今までになかったからみんな大騒ぎで探してた。車に轢かれたんじゃ、とか、頭のいい猫は死に際を見せないからどこかで静かに死んでるんだろう、とか大人たちが騒いでる真ん中に入っていって、自分についてくるように言うと井戸に歩き出した、らしい。あんまり覚えてない。老猫は井戸の底で見つかった。100年以上使われてないはずの井戸はなぜか水が復活してた。自分がなんで知ってたのか散々尋ねられたけれど答えられなかった。覚えてなかったから。自分が井戸に投げ込んだんじゃないかとか話し合ってたらしい、祖母曰く。それから井戸は埋めることが決まった。すぐに埋め立てられた。その後なぜか自分だけその猫のことが記憶から消えてた。周りも話し合ってなるべく話さないようにしていたらしい。だけどしばらく不思議なことは続いた。猫の集会が空き地から元井戸のあった場所に変わったり、どこからか鳴き声が聞こえたり。猫には不思議な力あるみたいだしな。猫股とか。ちなみに井戸は簡単に埋めたらいかんらしいよ。埋める前にちゃんとした神主みたいなのを呼んで札を入れたりお祓いしたりしてたのを見た記憶はあります。水神様がうんぬん、とかいろいろやってました。
ただ当時の自分はなぜ埋め立てるのかさっぱりわからなかったんですけどね。しばらく経つと怪現象は収まりました。もう少し続きます。時間は過ぎて高校卒業と同時に寮に住み込みで働き始めました。いろいろと金銭的な問題で大学に行けなくなったり、その他もろもろ。実家に戻ってゆっくりできるまでに3年かかりました。帰ってきてなぜか真っ先に気づいたんです。忘れ物をしていることに。荷物を自分の部屋に放り投げて挨拶もそこそこに蔵に向かいました。びっくりしました。住み込みで働いてた3年の間に蔵が取り壊されているんですもの。蔵に置いたままの忘れ物はどうなったのか聞くために祖母のところに飛んで行って尋ねました。それは子供の頃にした忘れ物ってこと？そうです。老猫曰くできれば捨てないでほしいとあの日井戸の上で言われました。まあ結果から言うと祖母に聞くまでもなく見つかりました。祖母の部屋にかけてありましたから。祖母曰くこれだけはなんとなく捨てられなかったらしいです。その絵というか写真画を見た瞬間にいろいろ忘れていたことを思い出しました。ぼんやりとですけども、老猫がいたこと、一緒に遊んだこと、あの日井戸のそばで約束したこと。写真画の番の猫は老猫曰く自分の父と母らしいです。というかこうやって文に起こしてると結構思い出してくるものですね。もう一つ約束があって、これから先この家で猫を飼う時が来たらよろしく頼むと。まあ子供の頃の記憶ですからデタラメだと言われればそれまでですが、今家には3匹猫が住み着いてたりする。猫を飼うのは老猫以来だったり。あと井戸について興味深い話を祖母から聞きました。祖父の母親が父親が病気で死んだ際にあの井戸のそばで包丁で腹を裂いて殉死したこと。それがちょうど65年前の真夏日。老猫が死んだのがそれからちょうど50年後だということ。調べてみると、だいたい50年単位であの井戸のそばで何かしら死にまつわることが。これで終わりです。多分に付き合ってくださった方ありがとうございました。猫の写真がウプ。何この綿毛。あんたこの前すれ立ててたな。写真の猫の目が光るとか鳴き声がするとか。ジュースレスで落ちたから誰も覚えてないと思ってました。あれからは起きてない、と思ったけれど、昨日金縛り食らって手を握られて引っ張られたりしたな。まあ猫じゃないからセフセフだよね。その写真の猫の娘が老猫なんか、まだなんか伝えたいことがあるんかな。家の猫も今はボケちゃったけど、俺が赤ちゃんの時とか枕元にネズミとか持ってきたり、幼稚園児の頃は家の鯉の池に近づくと、危ないから近づくな、みたいな感じで泣いてたらしい。多分自分の子供みたいに思われてたんだろうな。